X2 はドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売している SUV である。BMW は SUV の新ジャンルとして、作の X6 を発表したのを皮切りに X4 を発表し、作のラインナップを拡充してきた。そして2018年に新たな作である X2 を発表した。コンセプト X22016 年9月29日。 パリモーターショー2016で発表された。2018年1月、デトロイトショーで発表された。2018年4月16日、日本市場で発表された。日本市場には、S ドライブ 18i、X ドライブ 20i の2グレードが導入された。エンジンは、S ドライブ 18i には最高出力140、PS の1.5リッター直列3気筒ターボが、 X ドライブ 20i には最高出力 192PS の2リッター直列4気筒ターボが搭載された。パリモーターショー2016新デザインのコンパクト SUVBMW コンセプト X に登場。2019年6月24日閲覧。デトロイトショー20182019年6月24日閲覧。BMW の新型 SUVX2 が 日本デビュー2019年6月24日閲覧ありがとうございます。